シビルのバリエーションの2番バリエーション2の解説をしたいと思います。ちなみにシビルのベーシックな形の動画はこちらにありますので、まだシビルのベーシックな形を覚えてない方はこちらをチェックしてください。そしてバリエーションの1番と3番はこちらということで、バリエーション2の解説をしたいと思います。このように三角形を作るものですね。まあ、結構短くできて手軽なのでぜひ覚えてみてください。まずですね、 Z グリップでこのようにパケットを分けます。で、普通に分けるときは普通のシビルだと気にしなくても全然大丈夫なんですが、この回転させて三角にするときにやりやすいように一番上のパケットは少なめがいいですね。で、3番目のパケットは多少多めに取った方が後々やりやすいです。そしてこのパケットを取ってこのようにします。そしてこの右手の中指、薬指、親指、小指で持っているトランプを右左手の中指、親指で取ってパケットに戻してしまいます。そして左手の親指を使ってこのパケットの約半分をこのように取って右手は前に出します。そしてその時に右手のこのカード、このパケット、一番上のパケットですね、を左斜め上を中指、そして右下の右斜め下ですね、親指でこのように斜めに持ちます。そして人差し指を使って回します。手前にして一周します。そうすると人差し指が下に潜ります。そして人差し指と親指でこのバケットを挟むんですが、中指を外しながらこのように挟みます。そしてこのような三角形の形にします。もう一度やってみます。このような位置にしてパケットを親指で分けます。そしてこのような形に持ってきます。そして一周回して中指を外しながら人差し指親指でパケットを持ちます。そしてこのような三角形の形にします。そして閉じるときは右手の親指を上にかけ、そのまま倒します。そしてこの左手のパケットは閉じちゃって大丈夫です。そして右手のパケットはこのように閉じながら親指でこのように回転させます。そしてボトムに持ってきて閉じます。もう一度です。閉じるとき親指で押して倒しながら親指でこのように回転させます、まあ、人差し指、中指、親指でパケットのように持って回します。まあ、このまま閉じちゃってもいいですし、あとはここまで持ってきたらボトムに回して閉じても OK です。こちらの方向からお見せします。まずパケットを4つに分けて、で分けるときは、まあ、これぐらいですね。一番上が一番少ない形で、3番目のやつが若干多い形で、して一周したら閉じて親指でカードを
大体半分ぐらい分けます。その時に中指と親指に持ち替えます。そして回転させて中指を外すと同時に人差し指と親指で掴みます。そしてこのように左手の親指で支えながらこのような三角形にします。そして閉じるときは親指で押してこのパケットも倒しちゃいます。そして残りも倒しながらこの3本指で持ちながら親指でこのように回転させて一周させます。そしてボトムに回して閉じます。このような形になります。じゃあ最後にもう一度スローでやってみます。このパケットの量が結構ポイントになりますね。一番上のが多すぎるとちょっと回転させにくくなるので、そしてこのように分けます。そして回転させて倒します。そうすると三角形の形になります。そして倒して戻します。そしてまた回転させてボトムに持ってきます。このような形になります。ということで今回はシビルの、バリエーションのナンバー2のナンバー2の解説でした。ありがとうございます。あんま綺麗じゃなかったね。